通りのど真ん中ででっけえ音立てて、よし、しかまる元気そうで何よりじゃねえか。おお、久しぶりだな。ってわけでようやく修行で3年ぶりに帰ってきたのか。とそれよりお前今回の中忍試験はどうすんだ。中忍試験？いや、俺らの同期で中忍になってないのお前。じゃあさくらちゃんも？そうよ。ついでと言っちゃなんだが、一級上のネジと砂隠れの連中はもう常忍だ。何？それじゃあ、あのガーラも。いや、あの人はちょいと特別だ。特別？そろ砂隠れか。油断すんじゃねえぞ。でオイラの術は全て芸術だ。まサソリ、あんまり待たせ。一尾主角の人中力、砂漠のガーラか。どんなものか楽しみ。潜入成功。ん？ほう、よくオイラの潜入に気づいたな。その頃もお前の好きにはさ、これはなかなか手間がかかりす。任務開始。
ああ、戦っている隙に起爆粘土を仕掛けさせてもらった。さて風影、ぐっ、よっしゃ、いけるぜ。アイテムいただき。
ゲットだってばよ。ガラが、ああ、今しがた砂隠れから連絡が入る。暁では、我々は。ああ、第7班は砂隠れに急行。了解です。よし、それじゃ砂隠れに向かうぞ。ガラ、待ってろよ。この森を抜け、砂漠を越えれば砂隠れだ。急ぐってばよ。よっしゃ。前に敵はねえぜ。なあ、赤丸。任務開始。
礼しなくちゃ。いけるぜ。ねえ、ゲットだってばよ。やっと風の国に入ったわ。もうすぐ砂隠れだ。おっす。任務開始。Yeah!
残念ながらガーラは依然つい先ほど追跡部隊から奴らが川の国に向かったと。川の国、マキさん、風影奪還に進ま。ナルト、サクラ、俺は今から木ノ葉に連絡を入れる。了解。よっしゃ。ねえ、ゲットだってばよ。私方カカシより連絡が入った。というわけでお前たちにはカカシ直ちに川の国へ向かい、カカシたちと合流。はっ。よし、川の国まで1日いえ、ガイ先生、半日で行きましょう。どう考えたって3日はかかる。そういうノリでする会話。よし、みんな川の国に向け。聞いてないし。さあ、一気に駆け抜けていくぞ。おっす。任務開始。
修行が足りません。休んでいる暇はないぞ。川の国までノンストップだ。ちょっと。諦めろ、テンテン。よっしゃ。ねえ、ゲットだってばよ。いや、え？誰だ？お久しぶりですね。知っているんですか？誰だ？神獣は頭の方も獣レベルのようですね。こいつ、とんでもないチャクラの量だ。さあ、あれは水分子？行きますよ。みんな二手に分かれて殲滅するぞ。ああ、いつでも。暁が相手だ。オッケー。任務開始。お前は俺には勝てない。ハハ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 ハ
さん。気迫を解除。任務達成。ガイ先生、よっしゃ。ねえ、ゲットだってばよ。アイテムいただき。大丈夫か、リー。はい、しかし少しは思い、ここまで出かかっているのだが、いいでしょう。さらにいたぶって確実に思い出させてあげましょう。よし、リーよ、二人のコンビネーションで激烈だ。よし、俺がこの世で愛する星は、努力の一番星だ。これは、そっちも終わったようだな。二人とも無事なようで、何、あのような身代わりの術を使ってまで、これ、みんな奴の目的が気になるのはわかるが、確かにネジの言う通りだな。今は、そうね。よし、考えるのはまた今度だ。